テレビくんが並ぶ売り場の中央2004年撮影テレビくんは小学館より発行されている雑誌。講談社のテレビマガジンと同じく未就学児童の男子を主な読者層としている小学館ブックの流れを組む形で1976年5月に創刊。創刊当時は教育評論家の安倍進が監修を行っていた。特撮アニメ ホビーの特集、漫画、厚紙を組み立てる付録で構成される。総刊当初は、週刊少年サンデー、小学館の学習雑誌で掲載されていた作品や、講談者が掲載権を獲得していなかった作品を主に連載。かつては、徳馬書店のテレビランドや北書店の冒険王も存在しており、ライバルとして、しのぎを削っていた。なお、総刊間もない頃の、 テレビくんの広告では、同じ出版社から出されている、コロコロコミックを名雑誌で、ライバル視した表現がされていた。2017年現在、児童向けテレビ情報誌は、テレマガと本誌のみである。総う感のキャッチコピーは、小学館のテレビ教育雑誌。1977年の中頃から1979年の初め頃まで、小学館のテレビ雑誌、その後、 テレビ雑誌日本一1980年4月号から日本一のテレビ雑誌となり実に25年間も続いた。2006年から2017年までは日本一のヒーロー雑誌。2018年からは日本一売れているヒーロー雑誌となっている。指名ロゴは創刊から現在まで変わっていない。2021年創刊以来初となる合併号が刊行された。 スーパー戦隊シリーズ、タイムボカンシリーズ、東映本社制作のロボットアニメ、藤子フジ尾アニメが初期のメインで1978年頃からリバイバルブームの影響を受けて、ウルトラシリーズの特集記事や漫画家作品を活発的に掲載した。同時期にザ・ドリフターズやピンク・レディといった当時の人気タレント、読売ジャイアンツの大貞治選手の特集記事も組まれていた。 またテレビ教育雑誌というキャッチコピーもあって、総刊時から77年頃までは保護者向けに、おうちの方のページが設けられ、安倍進むと著名人との対談記事が掲載されていた。総刊当初は、テレビ番組のコミカライズ作品を含め12本の連載漫画作品があり、他に絵物語4本が掲載された。2000年以降は3から5本に減少している。 現在の連載漫画は4コマ漫画中心となっている。まれに、コロコロ一番で連載されている漫画も読み切りで掲載されることもある。キャラクター1980年、電子戦隊電ジマンの放送とともに、スーパー戦隊シリーズの掲載を再開。同シリーズは、現在もメイン連載として大きく取り上げている。学年誌でコミカライズ版などを掲載していた。 バトルフィーバー J は放送当時は講談社の雑誌で掲載されていたことから本誌での雑誌展開では一切掲載していなかったが太陽戦隊サンバルカンが放送された1981年以降からはブロマイド商品他等の写真を掲載している。また恐竜戦隊ジューレンジャー以降からのスーパー戦隊シリーズでは荒川俊久脚本の戦隊テレホンサービスがスタート。 以後荒川脚本の戦隊テレホンサービスは2000年代初頭の作品まで前作にわたってサービスを展開した。仮面ライダーシリーズの掲載は1987年に仮面ライダーブラックの原作漫画となる仮面ライダーブラックが週刊少年サンデーで連載されることになったと同時に開始され以降の作品は2018年現在すべて掲載している。 仮面ライダー ZX 以前の昭和ライダーも本式時内のミニコーナーなどで掲載された。2011年6月号の創刊35周年記念付録として仮面ライダーシリーズの40周年記念とコラボした DVD 付録を出した。メタルヒーローシリーズの一部作品、石森プロ作品をはじめとする東映特撮作品も放送当時はテレビマガジンなど 高段者観光の自動紙やテレビランドなどがメインの掲載だったため、本詞では掲載できなかったヒーロー作品に関しても、本詞の特集記事やミニコーナーでフォローされることが多い。ウルトラシリーズでは、ウルトラマンパワードから、ウルトラマンガイアも、本詞を含め小学館の雑誌では写真を掲載しなかったが、ウルトラマンコスモス時に、ブロマイド商品保管等の写真を掲載している。 ウルトラマングレートはビデオ版発売時は掲載していなかったがテレビ放映時では掲載している。またウルトラマンダイナ以降の劇場版も公開期間中に掲載している。なお平成ウルトラセブンシリーズ全般は小学館の各雑誌でも特集記事を行っていた。平成ウルトラセブンシリーズが掲載できたのは1983年の ウルトラ超伝説掲載終了から翌年のウルトラマン物語の掲載開始前までウルトラセブンを大々的に特集していたためである。タカラトミーのトランスフォーマーシリーズに関しては東映制作のアニメシリーズをはじめとする初期の作品は後段者がほぼ独占掲載していたため掲載していなかった。初掲載がビーストウォーズ2超生命体トランスフォーマー。 劇場版からだった。アニメの情報とガングを使ったジオラマストーリーを中心に掲載していたが、トランスフォーマーアニメーテッドはアニメの情報はなく、ガングの紹介しか掲載していない。2012年放送の超ロボット生命体トランスフォーマープライムもアニメとガングの情報を交互に掲載していたが、途中からガングの情報だけになった。また、トランスフォーマーロボットマスターズ、 変形、変形、トランスフォーマーなど、玩具中心の作品は掲載されておらず、2011年に展開された、玩具新シリーズ、トランスフォーマーユナイテッドで、ようやく掲載されることになった。しかし、積極的に扱っている、テレビマガジンに比べて、扱いが小さく、3ヶ月で終了した。それ以降も、玩具掲載は不定期ながらもされている。 2013年7月号より、超ロボット生命体トランスフォーマープライムの国内における続編、三条合体トランスフォーマー号の連載を開始、テレビマガジンとの連動企画を行った。掲載紙別に内容が異なり、本紙では、ソードボット侍チームの活躍を描いた侍チーム編を掲載。競合してレマガで掲載されている、忍チームと、その関連商品は、 玩ング紹介のみにとどまっている。2015年放送のトランスフォーマーアドベンチャーはテレマが主導で記事掲載を行っているため、本紙ではこれまで通り玩ングの情報を1ページのみ掲載していた。しかし2016年9月号をもって定期連載を打ち切っている。現在、トランスフォーマー関連の記事は広告のみとなっているが、特製 DVD 付録が付く場合はそれに関する。 情報が他の宝富ー作品と共に掲載している場合がある。2011年7月号にドラえもんの新作漫画を連載開始。本誌としては約19年ぶりの連載だが、原作者の藤子 F ・藤尾の公式オリジナルに沿った正当なる漫画を連載するのは16年ぶりである。1980年代には小学館と同じ一橋グループである。 集英社の週刊少年ジャンプで原作漫画が連載されていたアニメ作品の掲載を行っていた時期があった。特にドラゴンボールは放映開始前から強力にプッシュしていた。なお、ドラゴンボール改めは2009年から2011年の第一期はテレビマガジンで掲載して、本誌では掲載していなかったが、2014年からの第二期放送中の2014年9月号から、 本誌でも掲載されるようになった。現在はドラゴンボール関連以外の少年ジャンプ系アニメの掲載はされていないが、それに関する記事が載ることもある。2011年9月号から、機動戦士ガンダムエイジとアーケードゲームガンダムトライエイジが掲載される。テレビ組んでのガンダムシリーズの雑誌掲載は、1985年の機動戦士ゼータガンダム以来、 26年ぶりとなる。ガンダムエイジ放送終了後も、ガンダムトライエイジは2013年4月号まで掲載された。また、2014年には、ガンダムビルドファイターズトライが本誌でも掲載されていた。なお、2018年放送のガンダムビルドダイバーズは、テレビマガジンでの掲載を優先しているため、本誌では掲載していない。二千十八年現在、 小学館のガンダム関連の漫画は、週刊少年サンデース、ビッグコミックスペリオールなど、主に本詞より年齢の高い読者向けの雑誌に掲載されている。2012年4月号から2016年2月号まで、本詞の影の記者、ダーツベーダーが、日本の各地域で活躍するローカルヒーローを紹介する、ご当地ヒーロー大作戦を連載していた。また、 キョンシーといった変わり種のキャラや、アメコミアニメを特集していた時期もあった。ホビー刊末に、この月に発売される玩具、食玩、ゲームの情報を簡単に紹介するコーナーを掲載中。競合してレマガでは、モノクロページだが、こちらは、カラーページでの掲載になっている。2014年12月号からは、玩具紹介動画サイト、レオンチャンネルとの連動企画を実装。 ミニ四駆、ビックリマンシール、ベイブレードといったホビー関連記事はコロコロが先行展開した後、テレビくんでも並行して掲載するようになっている。タイアップはバンダイ、タカラトミーの玩具が中心だが、タカラトミーの比率が高い。また、セガインタラクティブの高中王者、ムシキングに関するタイアップはコロコロや他の小学館の学習雑誌以上に多い。 2006年から展開されたタカラトミーのトミカ・ハイパーシリーズはテレビくんとテレビマガジン両子で連載されていたがテレビマガジンが2010年10月号からバンダイの玩具ベーブの連載に移行したためトミカ・ハイパーシリーズは一時期テレビくん独占掲載になったテレマ側2015年に発売されたハイパーブルーポリスライジングソニックを機に連載を再開し2016年までは 両子掲載体制になったが、2017年放送のアニメトミカハイパー RSQ ドライブヘッド軌道救急警察からは再び小学館児同士独占掲載に戻った。ただし通常のトミカ関連はこれまで通り掲載を続けている。ウルトラシリーズ関連と仮面ライダーバトルガンバライジングウルトラマンフュージョンファイト中心のデータカードダスの情報とバンダイ タカラトミーの商品情報を中心とした DVD 付録とデータカードダスのカードが定期的に付録で付けている。コンピューターゲームの特集にも力を入れていた時期もあり、代表的なものにゲームウォッチがある。また、当時メジャーになりつつあったファミコンは、兄弟子の月刊コロコロコミックで毎回のようにファミコンの特集を行っていたこともあり、他の自動雑誌より先に、 大々的に特集しており、1986年がその最盛期である。この時は紹介するソフトによっては、攻略記事も掲載されることもあり、その内容は当時のファミコン通信やファミマガなどのゲーム雑誌にまっさるとも劣らなかった。スターソルジャーやスーパーマリオブラザーズなどのゲームをテーマにした付録が存在したのも、それが一つの理由となっている。 また電子ゲーム掲載時代もゲームセンター嵐が掲載されていたこともあり攻略記事が掲載されていた時代が下るごとに取り上げる幅は狭くなっていったがそれでもストリートファイター2といった人気ゲームについては特集記事を組むこともあったちなみにコロコロと同様にハドソン系やニンテンドー系のゲームを多く扱っていた付録 全員サービスなど付録には掲載されている作品のキャラクターや登場メーカーのペーパークラフトがメインである。またトランプやポスターの付録も多い。なお、掲載されている作品のキャラクターのペーパークラフトを使ったコスプレコンテストも開催されている。コンテスト審査員には制作会社の関係者や番組出演者など多種多様。また、掲載されている作品に登場する関連アイテムや 彩色フィギュアなどの雑誌限定玩具付録を出すこともある。近年は、下記の平成ライダー読者サービス DVD に連動したデラックスなりきり玩具対応玩具を付録に出すようになった。また、仮面ライダードライブに至っては、2015年1月号にて年末の映画に連動した付録 DVD を出した。平成ライダーに限らず、スーパーセンタでも夏頃に、 なりきり玩具対応限定玩具を付録につけている。1990年代以降 CD や DVD、ビデオなどの読者全員サービスを行っている。かつては競合し、テレビマガジンと共に、平成仮面ライダーの最強形態、スーパー戦隊のレッドレンジャー、ウルトラマンなど特撮ヒーローの大型サイズの、最式 PVC フィギュアの読者全員サービスを行っていた。 2014年現在は、平成仮面ライダーシリーズのオリジナル DVD の読者全員サービスのみ行われている。オリジナル DVD は本編には登場しなかった、もう一つの戦闘形態や新武器などを披露している。DVD は、テレビ君に限らず、東映の公式サイトや、他社の特撮情報誌、模型情報誌にも情報が掲載される。また、東映の動画配信サイト、 東映特撮ファンクラブでも紹介している。2017年展開の仮面ライダーエグゼイドハイパーバトル DVD はガング付き DVD セット版を先着順受注生産で受付を開始したものの応募者が殺到したことにより、後 DVD 単品版の受注も行われた。スーパー戦隊関連の DVD は2015年までテレビマガジン主導で行っていたが、 2018年展開のカイトウセンタイルパンレンジャー VS 警察戦隊、パトレンジャーからはテレビ君主導に切り替わった。2018年8月号より全員サービスの受付を開始する。なお、競合紙テレビマガジンで展開していたスーパーセンタイテレマガと、ト癖 DVD は東映の公式サイトや他社の特撮情報誌、模型情報誌、DVD ブルーレイ、 スーパー戦隊ラストスペシャルエディション特別版に同梱されている超前集では一切掲載していない。掲載された特撮作品の中で人気があった作品は超前集シリーズというムックも発売されることがあった。最初の発売は1992年初頭。特に読者に人気が高かった作品は上下巻に分割して発売されることが多い。場合によっては上巻下巻 最終巻きと3冊に分割して発売されることもある。仮面ライダー空が超前集、仮面ライダー隆起超前集がそれに該当する。アニメの場合でも、超前書シリーズというムックも発売されている。バンダイガムコアーツのウルトラシリーズの DVD 商品の解説書の制作や、バンダイボーイズトイパークと魂ウェブのホームページ制作協力やバンダイの幹部の 商品開発や21世紀以降のウルトラシリーズ劇場版の制作や映画の公式パンフレット制作にも関わっている。最初の増刊号の発売時期は不明。2014年5月現在までに63冊、刊行されている。21世紀に入ってからは、辰巳出版の発行誌だったウルトラマンエイジの後継しウルトラマン DNA を定期で発刊していた。現在は、 データカード出す関連のファンブックをコンスタントに刊行している。この他、ウルトラマン、仮面ライダー、スーパー戦隊などの特撮作品の情報をさらに盛り込んだ臨時増刊号、スーパーテレビ君も刊行されている。増刊号によっては、電子書籍版もある。内は、掲載期間を表す。太字はメインに取り扱っている作品。 ただし1977年の一時期のみ、別のロゴに変更されていた。テレビ組1978年7月号、放送当時、本誌では、宇宙刑事、シャリバンのみ掲載され、本格的に掲載されたのは、特警、ウィンスペクターから。本誌の掲載は2012年9月号をもって、掲載終了。後段者での掲載に関しては、 現在のところテレマが限定となっている。テレビくん造館号小学館 ebooks 公式ホームページ。ありがとうございます。